はい、皆様こんにちは。こんにちは。改めまして、上田倉庫流上田倉庫でございます。そして、家元師範代の小川宗信でございます。望月宗閣です。はい、本日は皆様最後までよろしくお願いいたします。お二人ともちょっと元気がないので元気よく喋っていただければと思います。それでは今日はですね、その仕事、まあ、我々がやってる茶道の仕事がどんなものなのかっていうことも含めて、人生の豊かさが、伝統文化から得られ、どういう豊かさが得られたのかというお話を、私も含め3人からしてまいりたいというふうに思っております。まずちょっと自己紹介から行かせていただきたいと思います。私から行きましょうかね。はい。はい、私が上田倉庫です。今年で40、まだ44になってないんですけど、今年で44になります。もともと、うちはですね、上田家が、4人兄弟でですね、私が長男で、下に3人妹がいるんですけれども、まあ、こういう家に生まれたんで、男の子が一人であれば、まあ、やはりこういう家を継いでいくというのが、まあ、規定路線というところがあると思うんですけれども、まあ、私はやはりその運命がものすごく、まあ、なんというか、納得いかないというところもありまして、17の時に始めたダンスでですね、どこまでいけるのかというのを試したいというのもありまして、結局20年以上、ダンスを続けて、まあ、しっかりと結果を出すことができたんですけれども、まあ、そういう全然伝統文化と違う、まあ、お仕事をさせていただいた末に28で、広島に帰ってきて、こちらの、まあ、家に戻るという形になりまして、そこからもう15年が経ちましたね。もう今はしっかりと地に足をつけて、今の仕事に邁進をさせていただいております。そうですね。まあ、いろいろ、あと、まあ、大きい出来事としてはですね、2017年にですね、ちょっと命の危ないようなちょっと病気をしましてですね、そこから1年ぐらい、ちょっと闘病生活もあり、その末、ちょっと足が片方曲がらないっていう、状態になってしまっているので、まだ正座ができない状態が続いているんですけれども、まあそれも、まあそういう面ではデメリットだったんですが、考え方的には、自分の内面的にはその出来事はすごく今プラスに、プラスの経験として自分の中に置くことができています。コロナに入っていろいろ、そうですね、いろんなまあ、我々のような仕事は、やっぱりお茶会だったり、行事だったりっていうのがすごく大きなところを占めるので、非常に辛い2年ぐらいを今過ごしてはいるんですけれども、まあ、こういうオンラインを使った事業っていうのも、やっぱり伝統文化の継承、まあ、伝統文化を残していく、まあ、こういう活動をしてるっていうのを発信する意味でも、こういう活動を今は頑張ってやっているようなところがありますが、まあ、ここ、今のところまでは、まあ、命があって、ちゃんとご飯が食べれているので、まあ、いい、あんまり贅沢は言っちゃいけんなと思いながら生きてるような感じですかね。合ってますか?合ってます。大丈夫ですか?特にコメントはない。ノーコメント。ノーコメント。はい。じゃあ、まあ、そんな、まあ、とりあえず触りなんでそんなところです。じゃあ、福間さん、じゃあお願いします。はい。福間宗信と申します。本年61になりまして、私がお茶に触れさせていただきましたのは、大学に入りまして、茶道部がございまして、で、まあ、2つ茶道部がありましたんですが、広島に本拠を持たれる上田倉庫林の方へ入ろうというふうに思いまして、まあ、いろいろ理由は、憶測を呼ぶようなこともありますが、まあ、一応大学の茶道部に入りまして、ちょうど大学の3年生の時に、現在の炎症、
慶心祭、まあ、和風堂が完成いたしまして、各大学の茶道部の部員にお手伝いの依頼がありまして、私は最初受付から、お客様がお帰りになるところまでの荷物の運搬をしたことを覚えております。で、長期間その席開きを行われましたので、途中でですね、着物を着せていただいて、お客様におさゆを出す係を、何日間させていただきまして、着物を着れるというこの優越感を味わってしまいまして、それ以来ずっとなんかお茶に興味が出てます。茶道部の中でですね、勉強会というのをすることになりまして、班に分かれてそれぞれお茶について調べていくということになりまして、私茶の湯の歴史を調べた記憶があります。で、そうしてずっと調べていきますと、なかなかこれまた奥深くて、非常に興味があるということでですね、非常に茶の湯がより一層深く興味が出て、まあ、一度一般企業に私も入りまして、3年ほど早朝業務に就いたりですね、トラックの運転をしたり、まあ販売店でいろんなものを売ったりしたことも経験があるんですけれど、3年目を迎えて、ちょうど家元が和風堂をきっちりしたいというご意思がありましたときに、現在の私と事務局長の藤原さん。で、まあ、今日ご一緒してもらっている小杉社案内。まあ、私が1年後だったと思うんですけれど、こちらにお世話になることになったというのが、今までの私でございます。以上でございます。ありがとうございます。改めてしっかり聞いたのはもしかしたら初めてかもしれないですね。そうです、そうです、ね。確かに。着物を着せてもらったっていうのが大きかったんですね。大きかったですね。それはちょっと意外でした。ちょっと深掘りしたいところなんですけども、じゃあ、望月さん、よろしくお願いします。はい、望月総括です。今55で、今年56になります。その着物、いいですよね。私も確か、茶道部で着物着せてもらったら、先生から七五三じゃねえっていうふうに言われたことが今でも印象に残ってますが、広島、生まれ広島育ちで、今ですと、秋田方になるんですかね。向原町っていうのが、田舎になりまして、そこで生まれて、小さい頃はそこで過ごして、それから小学校に入るまでは、広島市安佐南区や安佐北区の壁というところにいて、最終的に小学校4年からずっとその、広島市安佐北区壁というところに住んでいます。で、当然、地元の学校ですので、壁南小学校、壁中学校というふうに行きましてですね、壁中学校の時は工作部というのがあって、そこでハンダゴで使ってやる工作って楽しかったですし、小さい頃は近所の製材所さんから、木の端っこもらってきては、トンカチでいろいろ作って遊んだことがあります。で、そうして、高校は今度、少し離れたとこへと思って、安古市高校というところに行きましてですね、そこでは山岳部に入って、山登っては紅茶入れて飲んだりとか、自然の中で飲むお茶会の美味しいな、っていうのを、思ったりもしています。その後は、もともと物を作ったり、機械いじりが好きでしたから、ちょうどその頃は、コンピューターのソフトウェアが盛んな時代でして、あ、よし、エンジニアになりたいと思って、広島会計学院さんの、一つの学校の広島電子専門学校というところに、コンピューターのソフトの勉強に入りました。そして、共学だったんで、どんな出会いがあるかなと思って入ったら、私のクラスは情報システム科という男ばっかりだったんですね。ちょっとショック受けましてですね。で、合わせて、中学校ぐらいからですかね、茶道、お茶っていうのが、友達が入ってたりしてると。みんな女の子だったんですけども、そして入ってみると、憧れはちょっとあったですし、クラブの紹介があって、専門学校なのにクラブがあって、広島に伝わる武家茶の上田宗久流に、広島に自分の住んだ町にそんな流儀があったんだ。だいたい京都とかあっちの方だけだと思ってたんで、まずそれが意外で嬉しかったのと、あと、男ばっかりでしたから、茶道部入ったらちょっともしかしたら女子がいるかもしれないな、というのも、ほんのちょっとだけ思って入ったら、なんと私男一人でしてね、そのおかげで、先も、福間市案内が言われたように、茶会の手伝いには男だから行け、ということで、手伝わせてもらってるうちに、あそこの望月、
ていうのを覚えてもらって、それで、茶会なんかもいろいろさせてもらってました。で、卒業した後はそのまま学校に残りまして、講師をさせてもらったんですね。で、珍しくそこは担任制で、一クラス持ってですね、1年間ほど、ちょっとこう、朝も昼も夜もなんか学校に尽くしてた、遊んでたような気がいたします。まあ、それでちょうど、平成元年ですね、こちらに、まあ、ちょうど和風堂もコンピューターが入ったり、当時のアップル、マッキントッシュ言うんですけどね、はいはいはい、それが入ったんでコンピューター使える人間いうことで、おそらく入ってみんかというふうに言ってもらったんだと思うんですけども、まあ、それで入って、平成元年ですか、今、この時代までずっとそのままいさせてもらってるというふうな流れです。あと私の家は、父は、広島市の公務員で、あと長男も広島市ですから、私、もしかしたら私の方が異端児かもしれませんね、望月の家では。まあ、その中で全くお茶の縁も何もなかった家の中で、まあ、そういう地元にある流儀ということで始めたのがお茶です。まあ、お茶の空気感がなんかいいなというふうに思って今続いています。というような。はい、もうありがとうございます。お二人ともやっぱりなんかその始めるきっかけとしてはちょっと共通点はありましたね。やっぱりその地元の流儀っていうのがあるっていうのは、その動機としてはお二人にとって大きかったんですね。そうですね。大きかったですね。そうですね。ちょっと本当はもう次のテーマに行かないといけないんですけど、ちょっと聞きたいなと思ったんで聞いてもいいですかね。お家元と一番最初にお会いした時のことって覚えてますか？覚えてます。ちょっと、その話をちょっとしてもらってもいい？先ほど申しました、和風堂が落成しましたより、私は早朝で、大学時代アルバイトをしておりまして、新聞配達をして、でその後すぐにこちらへ、朝8、7時半集合だったと思うんですけれど、私ども。ここにまだ先代のお家元の大奥様がおられましてですね、うんうん、福間さん、朝ごはん食べてないでしょみたいな。正直ですから、当時。はいと言ってですね、うん、台所に行ったらですね、メガネをかけた人がですね、こう、新聞を読んでもらってます。家元ですね、それ。で、まあ、ここだけで。ここだけで配信されてます。で、お会いをいたしました。はい。その時にびっくりしました。あと聞きました。印象はどういう印象ですか？いや、いい印象でした。いい印象。それ以上聞くのはやめましょう。はい。じゃあ、もう鈴木さんは。そうですね。私の場合には確か、さっきの手伝いということで、初釜のお手伝いで、確かお屋敷の玄関から、お客様を見送るようなことをさせてもらってましたら、お家元が来られて、当時若宗匠でいらしたんですけど、うん、寒い中、ご苦労だねっておっしゃって、あ、はい、寒いですって言ったら、というふうにちょっと一瞬戸惑われて、寒いけどここでさせてもらって嬉しいですというのことを言おうと思ったんですが、その時のふっとこうされた表情が今でも印象に残っています。それは、もつぐさんがいくつ私が多分19か20かそのぐらいだったですね。そのリアクションはしょうがないですよね、でもその年齢だったら。学生さんだったらね、そうも言うでしょうし。そうか、そうか。すいません。ちょっとそれを、ちょっと今聞いてて聞きたくなっちゃったんで。とりあえずテーマ一つ目の自己紹介、これまでの自分っていうのは、ひとまずここまでさせてもらいます。続いてのテーマに参ります。じゃじゃん。じゃじゃんいらないですね。なぜ伝統文化、茶道に携わり続けたのか。これについてはですね、ちょっと私とお二人で、ちょっと、なんていうんですかね、捉え方が、僕の場合、能動的に携わるっていう要素以外もあるじゃないですか。僕の場合。この茶道に。まあ、茶道っていうか僕の場合家だと思うんですけど。なんでちょっと、お二人に先に聞いた方がいいかなと思うんですけど、まあ、先ほどお話しいただいたようなきっかけで、まあ、茶の湯に関わることにお二人ともなって、で、もう、30年、はい、40年ですよね。で、それだ、まあ、二つあるんですけど、それを仕事にしていくっていう感覚が、まずなかなか、こう、浮かびづらい職業ですか？一般的に考える。それが、まあ、お仕事として、こう、自分たちの中に、仕事として存在してきた、っていうことの理由と、それを続けてこれたことはなぜなのかなっていうのがちょっと聞いてみたいことで、このテーマにさせてもらってるんですけど。
どうぞ。はい。本当にあらかじめテーマをいただいて、なんて答えようかと思いながら迷ってるんですけども、そうですね。携わり続けたのかですよね。まあ、もともとが、やってはなかったけど、お茶の世界という空気感というんですか、ピンと張ったような雰囲気に憧れてたというのがありますし、あって、それに入ったんですね。で、そして、あとはまあ入ったのがまだ、学生からちょっと毛が生えた程度だったんで、漠然と何をするかとか、わからないままに飛び込んだというところがあって、で自分自身は、この仕事に就きたいって言って勉強したと言いながらも、まあ、その一方でコンピューターの世界ですから、それと正反対の世界に入ったらどんなんだろうというふうに始めたのもお茶のきっかけではありますし、でやっていくうちに、なんかこう、機械に囲まれて、ひたすら数字ばっかり追いかける世界と、それからそうじゃなくって、すごく広がった世界の中で、いろんなことが分かってくるというのは面白いな、というふうなのをやっていくうちに、今度はお稽古場に入って、お稽古をつける側になっていったら、まあ、最初お手前ってそんなにないんだろうなと思ったら、まあ、数えてみたら100とか、それ以上あると。いや、これはなんかすごい世界だな、というふうに思って続けてきているというのはありますですね。でそれと、あと、そうやってお稽古させていただいて、今、私が担当しているのは、この、家元の和風土の中の時期も、で、それから、自分の住んでる町、自宅、それから出張で、今は島根県の方、それから関西地区を主にさせていただいているんですが、数えてみたらですね、月のうち22日間お稽古の日程取ってまして、通り仕事ができないわけだと思ったんですけども、で、人数数えてみたら、延べで、月に150人ほどの方をお稽古つけてるみたいな、つけてるとちょっと僭越なんですが、お稽古の担当させていただいているというふうなのをあると、初心の方からかなりの方までいろんな手前をあれこれ見させていただくと、なんかちょっと共通部分が見えてきたりとかですね。そういったのが見えてくると、なんかその伝統文化というか、そのお茶の世界の、なんか、これかなというようなのがなんとなく最近思えるようになってきて、それでますますまだ、ほら、続けなくちゃいけないな、続けてみたいな、というふうに思ってるというようなことなんですね。なんか、すごいシンプルに言うと、好奇心ってことですか？ありがとうございます。そういうことですね。ね、なんかこう、自分があんまり知らない世界とか、ちょっと一歩入ってみると、その奥行きにちょっとまあ、ワクワクしたじゃないけど。ワクワクですね。確かにそうですよね。なるほど、なるほど。今なんか聞こうと思ったんですよね。あ、その、初心の方から、まあ、結構長いことされてる方までを見てて、その共通する部分っていうのは、その、どういうことだ？共通する部分ですね。ですね、なんて言うんでしょうね。こう、複雑な手前のお稽古したりする場合には、そうですね、これとこれとこの約束があって、こうなるからこうなる、という見方ができるんですね。とか、1から10まで全部手前を覚えるんじゃなくって、この手前はこことこのポイントが分かってたらできる、というのがあったりすると。それは、で、まあ、今度初心の方は、その分数が少ないですけど、あ、これとこれが、まあ、先の手前のここにつながってる、というような、そんな感じのつながりです。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。なるほどな。なんか、その、仕事、普通のお仕事とはまたちょっと違うじゃないですか。ま、どうなんですかね。僕がそう思うからなのかわかんないんですけど、その、実際に、まあ、さっき、こう、福間さんだったら、こう、一般企業に普通に就職されて、お仕事されるっていうのと、こう、ちょっと違うところがあると思うんですよね。そうですかね。で、それが、まあ、例えば、望月さんが、その、まあ、コンピューター関係と、まあ、こう、分岐点があったじゃないですか。こう、進む方、人生。その、コンピュータ関係の仕事に行ってたとしたら、どうだったと思いますか？そうですね。つくづく、思うんですけども、まあ、お稽古ですと、茶室に入って、こう、座って、こう、釜の音、鳴る音とか聞いたり、お茶飲む説明をしたりとかすると、あ、なんて、恵まれた環境だろうと。もし、そういう仕事をしてた、コンピュータの仕事をしてたら、きっと殺伐とした世界なんだろうなと。当時、自分の先生だった方が、立
確かにお客様からのシステムに何かトラブルがあったら、たとえ夜中でもお酒飲んでても飛んでいくんだ、そのぐらいの覚悟でしなさいって言われて、ああ、怖い世界だと思ったこともあるんですけども、そういう殺伐とした世界じゃないところに今身を置けてるというのは、自分の精神衛生上とてもいいな、というふうに思っています。ありがとうございます。そうか。あ、じゃあ、福間さん。お待たせしました、はい。はい。どうぞ。なぜ続けているかというとですね、簡単に言うと、お茶会なんかをいたしまして、お客様に喜んでいただいたりですね、例えばお褒めいただいたり、いろんなご意見をいただいたりすることで今続いているような気がいたします。私の場合はですね、基本的に仕事の内容がお弟子さんにお手前をご指導するということもあるんですけれど、どちらかというとその半分ぐらいをその行事を組み立てていくという仕事が私の場合ありまして、入りました頃はですね、まだ時間的に余裕がありましたので、蔵に入れさせていただいた時には、いろんなお道具をですね、じっくり見ることもできましたし、そういうことでおかげで今、その行事をさせていただくんでも、大体道具は言われれば、そのどこに何があるぐらいかは分かるようになったと思います。やはり、正直なところを申しまして、やはりそういうその人にお褒めいただくとかですね、いいお茶会だったよとか、いうご意見をいただいて、なんとなく続いているような気がします。それと、お茶の魔力というんですかね、道具の魅力というんですか、ね、それに引っ張られて、今も来ているような、気がいたしますですね。その、今、普通の企業に勤められてて、はい、で、和風堂で、働くことになったわけじゃないですか。それを決め手は何なんですか？結構な、決断じゃないですか？人生。いや、非常に簡単な、でして、実は私、パンのメーカーに勤めておりましてですね、実はアメリカに研修へ行けと言われたんですが、私、飛行機が嫌いです。その時ちょうど、お家元にお声をかけていただいて、これは、タイミングすごい。すごくタイミング、もっけの幸いで、その元の会社の社長とも面接を最後にしていただいた時に、それは言えませんので、こういうことで、やめさせていただきますっていうようなお話を乗れないんで、いや、そんなことは言いませんか。言うのは言いますよ。あ、だから、すごくざっくり言うと、別にその茶の湯に対を仕事にしたいっていう気持ちがあったっていうよりかは、飛行機に乗ったしかなかったから、そのタイミングでたまたま声かかってた茶道の道に進むことになったんですね。そうです、やってみようかなと。はあ、でもそれもすごい決断ですよね。なんか動機として、もともとその伝統文化の仕事をしたいなっていうのがあって、そういうタイミングがあって決めるとかならわかるんですけど、特にそういう選択肢は自分の中になかったんでしょ？なかったと思います。いや、それすごい。それでもう40年ぐらいでしょ？はい。すごいですね。だからなんかの魅力、魔力が。なんとなくあるよ。結構やりながらね、喜びを見つけるっていうのは、さっきのね、稽古場でお弟子さんたちを持つことで、やっぱりやりがいを見つけたりもするじゃないですか、自分自身で。そういうとこもあるんだろうなと思うんですけど、ちょっとこれに関しては僕は何ともコメントしがたいんで、もう僕の場合はもう本当に自分の人生の役割が、この家に生まれたということだったんだろうなと思うんで、ちょっと遠回りはしましたけど、死ぬまで、当たり前ですけど、死ぬまでこの仕事と家を守っていくっていうのが僕の役目ですね。これに関してはちょっと、それ以上はもう何度も申し上げられないんで、次のテーマに時間も時間なんで生かしていただきたいと思います。テーマ3つ目。あ、皆さん、もし気になるようなことがあったら、質問とかはチャットに書き込んでいただければと思います。三つ目のテーマなんですが、茶道人生の中で辛かったこと、嬉しかったこと、感動したこと。今ちょっといろいろ今までのことをお話しいただいて、ちょっと話に出てきたりっていうことはあったと思うんですけど、その辛かったことと、
嬉しかったことと感動したこと。これちょっと僕からいきますね。さっきちょっと、さっきのターン僕喋れなかったんで。まあ、辛かったことはですね、そうですね。これは、まず一個はですね、やっぱり病気ですね。一番その、これはまあ自分自身もそうなんですけど、その自分が茶道をやっていく上で、ものすごく大きいハンデを背負ってしまったっていうのが、やっぱり足が曲がらないということに関してあるんで、それの治療中はやっぱりものすごく辛かったですね。どうする、どうしようかなっていうのがあったんですけど。で、もう一つはやっぱりうちは昭和の初めに、上田家で持ってた伝来のお道具をたくさん売り立てに出してるんですね。家を守るために。で、それが、まあ、現代も、現存しているものもたくさんあって、で、それをこう見かける機会があったりとか、取り戻す機会が、チャンスがあったりするんですけど、それが取り戻せないっていうのがすごく辛い。その、うちがもともと持ってたものなのに、まあ、それはもちろん、猶予曲折があって家から出てたので、それはまあ仕方ないんですけども、こう、ご先祖が大事に持たれてたものを、なんで、まあ、できれば取り戻せるものは取り戻したいなと思うんですけど、なかなかそう簡単にいかない世界でもあるんで、そういう時にすごく辛いなと思いますね。で、もう一個はですね、まあ、これちょっと辛かったっていうか、どうしようかなって思った出来事がちょっとあったんですけど、何年か前に、お茶席に手前で出るときに、まあ、お茶碗と、まあ、茶入れを持って茶席に入るじゃないですか。で、まあ、懸垂なり、蓋置きなり、お柄杓持って入るじゃないですか。で、まあ、いろいろこう、手順を進めてお点前をして、で、清め終わって、さて、お茶を入れようと思った時に、蓋を開けたら、夏目にお茶が入ってなかった時があったんですよね。これ、和風堂の、もう多分、ちゃんとした茶会だったと思うんですよ。わ、初釜か。なんか、そういう、送電とか、なんかそういうちゃんとしたお茶会だと思うんですけど、ありましたよね。覚えてますよね。あれはちょっと、本当に一回開けて閉めるっていう、この、で、ちょっと待って考えて、ちょっとすぐちょっと身内してすいません、入れてきてくださいっていうことがあったんです。これは、もう明らかに 100% 僕が悪くて、やっぱりその、普段はちゃんとこう、出る、茶席に出る前に中身を確認して出てるんですけど、その時たまたま確認を多分して、し忘れてて、で、お茶席に入って、いざっていう時にお茶が入ってないっていう、これはちょっと本当に辛かったですね。まあいい、まあ話のネタになってるんでいいんですけども。あと感動したことはですね、これも何年か前です、前なんですけど、京都の国宝の黒書院で、お茶会をさせていただいたことがあったんですね。これは今の家元と、当時の宮司さんの、和尚様のご縁で、させていただいたんですけれども、こう、まあ、僕もまだ全然勉強中なんで、わからないこと、知らないこともたくさんあるんですけど、やっぱちょっと、こう、肌で感じる空気感がもう、ちょっと全然違ったんですよね。で、特にまた国宝の建物ということは、こう、皆さんがね、いつもこう体感できるような空間でもないし、で、その中で自分たちでお茶会をさせていただけたっていうのは、あれはちょっとこう、言葉で説明するのが難しいですけど、肌の感覚と記憶としてはですね、ものすごく強く残ってるんで、これもこういう仕事をしてないとさせていただけない経験だったなというのがありますね。あと、まあ、全部言わなくてもいいんですけど、嬉しかったことはですね、まあ、さっき申し上げましたように、コロナでお茶会行事っていうのがもう、本当にできなかったんですね、2年ぐらい。で、まあ、我々、そうは言っても、こう、お茶の家元ですから、茶会、まあ、行事をしていかないと、まあ、ね、こう、組織自体をこう維持していくっていうこと自体も難しくなってくる中ですね。自分の、まあ、その年齢が近い、まあ、経営者だったり、経済人の方々がですね、それを察してか、こう、少人数で、お茶会をする形を逆に提案してくださったんです、皆さんが。で、
1回4人とかで、お茶と、まあ、簡単なおつまみとお酒とをお出しするような、まあ、茶事形式に近いんですけども、それをこう、結局30回以上やらせていただいたのかな。で、その、こう、お包みを、その、まあ、流儀の維持に当ててくれっていう心意気で皆さんが、から頂戴することができたんですね。で、それが、やっぱりこう、今、まあ私、家元ではないので、結局世代が変わってくると、こう、今いらっしゃる方たちがそのままずっと生きてらっしゃるわけでもないし、その自分の、まあ、身近な人たちに、その伝統文化を支えようって思ってもらわないといけないんですけども、結局、皆様、その自分の周りの親しい人たちは、そこを先に、やっぱり、組んでくれて、なんか、こう、手助けできることはないかって言ってくださったことが、まあ、ものすごく、こう、ありがたかったですし、嬉しかったですね。で、その時にしたその茶事っていうのは、まあ、やっぱり、こう、大きいお茶会とまた違って、本当に一人で全部準備も片付けもするっていうのが、まあ、大変は大変なんですけど、やっぱりそれを一人でやらせてもらえてよかったなと思いましたし、お客様のことを考えてこう、すべてをやるっていうのを、その数十回ですごく自分にとって大きい経験になったなと思うので、それはこの仕事をしてて嬉しかったなと思った。ことでしたね。まあ、さっき福間さんが言われたように、そのお茶会とか何かをして、リアクションがもらえるっていうのも、やっぱこのお仕事をやってる喜びの一つではあるんですけど、私はそんな感じです。これ全部言わなくてもいいですね。多分時間なくなってる。そうなんで。で次は、望月さん。辛かったこと、嬉しかったこと、感動したことですよね。ですね。まあ、辛かったのはやっぱり自分の力が至らずに、こう、行事がうまくいかなかったというのはやっぱり、あれですね、辛い部分ですね。で、まあ、うまくいかなくって来られた方々とか、手伝った方々にちょっとこう、しんどい思いさせたりとかいうのはやっぱり、ずっと頭の中にこう、残ってます。で、もともと私結構くよくよ考えるタイプなんで、何年経っても、はぁ、というふうに思うことがあるのは、そういう思いが続くのが辛いのもあります。でも基本的に辛いと言っても仕事の上で辛いというかしんどい、肉体的にしんどいことは結構あるんですが、それは辛くないんですね。さっき若宗師おっしゃった黒書院の国宝の茶会、うん、あれも、私もこう一緒に行かせてもらったんですが、大事な建物だからあんまり大人数でわさわさ行かずに少人数に絞ると。うん、で、またそこに飾る道具なんかも特別なものを借りに行って、それを気をつけて運ぶと。で、膨大な量の道具がいるんですね。うん、で、茶会する間、やっぱり建物のすごい雰囲気に圧倒されて、あ、今ここに自分はいるんだ、という、まあ、感動があるんですけども、その後、片付けですね。少人数で片付けるんですが、しまってもしまっても、いくらしまっても道具が減らない。膨大な量の道具があって。で、京都の方と、それからもう一人、広島からの人と三人でしまうんですが、しまいにはそのお寺の皆さんが見かねて手伝ってください。お寺を出たのが、確かもう12時回って、ヘトヘトだったような覚えがありますが、まあ、それはしんどかったけど、辛くはなかったですね。なんか、とってもこう、いい経験をさせてもらったというふうには印象残っています。ありましたね。もう思い出しましたわ。最後大変だったですね。確かに。あれは忘れられません、ね。空気がすごい悪かった記憶はありますね。その しまい込みの作業の時にピリ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 してて。ありましたね。ちょっとしまいらどうか。いやいやいや、そうなんですよ。あれ、しょうがなかった。でもいい経験です。いい経験です。はい。嬉しかったことというと、そうですね。お茶会でもうまくいって来られた方が、いや、よかったとか、お稽古した時に、いや、気持ちが塞いでたけど、お稽古をお手前したら、すごく気持ちが楽になったとか言っていただくと大変嬉しいですし、あとは、一生懸命お稽古したいと思うんですって来られた方が、なかなかこう、動作がうまくできないと。こう、根気強くやってるうちに、そのうちポイントポイントで綺麗になっていって、いや、できました、綺麗な動きできますっていうふうにおっしゃっていただいたときは大変嬉しかったですね。感動したことといえば、そうですね。まあ、こうやって今できてるっていうのは、やっぱり自分の先生とかお師匠がおられて、まあ、一生懸命、多分、
その当時は、まあ、なかなか米の悪いやつだと思いながら、根気強く教えていただいたからこそ今あるんだと思うんですけど、そういったことが受け継げてこれたというのと、あとは、そうですね、お稽古で幼稚園の園児さんたち見ることもあるんですけど、中には抹茶が苦くてとても飲めないとか、で、美味しい、またいるとか言って喜んでくれる人がいたりとか、で、そんな子たちが大きくなって、えな感じで大きな、太い声で言われて、どなたでしたっけたら、ほら、幼稚園の有名な時は、あ、覚えててくれたんだと思うと、嬉しい感動ですね。そんなとこが、ね。なるほど。ちょっとそうですね。やっぱやりがいですよね。それはすごくよくわかります。じゃあ、ふまさん。はい。嫌だったことです、ね。まあいいですよ、嫌だったことです。これはやっぱりあれですね、私が一番最初に大きいお茶会を、担当させていただいたときにですね、私の読みが甘くてですね、すべてのものが足りなかったという社会が、これはもう、それはきつい。もうきつかですね、もうお弁当は足りない、記念品は足りない、お菓子は足りない。で、お菓子なんていうのはもう数が知れてますから、広島中の、市内中のお菓子を寄せ集めたことがあります。それでも足りなかったというのがありまして、これはもう、いまだに、まあ、森月さんでおっしゃってますけど、これが私の、もう今、どういうんですかね。もうずっとこれ引きずっとるんですね、私が。何年ぐらい前入ってですね、私はお家元入って3年目か4年目だったと思いますけど、まあ、年季、何代かの年季の大きいお茶会でですね、まあ、その時にそういう失態をしてしまいまして、それがまあ一番、いまだにことはないですけどね、まあ、聞こずっておったというような感じでしょうかね。で、嬉しかったことはですね、まあ、お客様からお茶会をしまして、喜んで帰っていただく、よかったよと言っていただくのも嬉しかったんですが、手伝いの人がですね、あとお茶を飲んでですね、手伝いの人の中がこう、わっとこう盛り上がるお茶会がありますね、最後に。こう、それを旗でこう聞いてるときのこの嬉しい、これはですね、なんとなくこう、お客さんが嬉しいのも、なんとなく申し訳ないですが、当たり前な感じになっておるんですが、その水屋の人とかですね、お運びをしてくれた人が、こう、最後、一碗のお茶を飲んでですね、あ、よかったね、と。疲れたねが先に出ずに、よかったね、という、こう、賑やかなその会話が出るというのがですね、非常に今では嬉しかったことだと思います。それと、もう一つ感動したことはですね、これ二つありまして、一つは今年のお正月の日の出の美しさ。今までそういうことは感じたことが私なかったんですけど、今年はなぜか非常に美しかったなというのを感じたのと、それと、師範代もおっしゃってましたが、私は小学生をちょっと何校か見ておりますが、ある小学校がですね、2回ほど和風堂に来まして、おもてなしの方法を習って帰るんですけれど、最後に不景会でですね、お茶会をすると。で、自分らがですね、教室と茶室に作り上げてですね、自分らお習字の時間にこういろんなものを書いてですね、で、それを貼ってですね、お招きをしてくれるんです。お手前が全くないんですけれど、お手前がなくて、私、毎年感激して帰る。非常にその無心で人をお招きするというですね、美しさが見えるのが、もう非常に感動しております。本当に。このことだと思います。おもてなしの原点みたいな感じですね。はい。なんか僕今聞こうと思ったんですよね。忘れたんですけど、ちょっと今、質疑応答あとでまとめてやろうと思ったんですけど、ちょっと話の流れ上今の方がいいかなと思ったんですけど、ちょっと、ご質問がちょうど来てるんですけど、これはちょっとお二人に聞いてみようと思います。茶道を継続しようと決心させてくれた人、茶道の先生やロールモデル、見本になる人ですね、などはいらっしゃいますでしょうか。また、どんな方ですか。そうですね。なんでしょう。確かまだ始めたばっかりの頃、もう今亡くなられた大きい先生方が、私、望月なんで、もっちゃんというふうに呼んでくださる先生が結構いらして、偉くなりんちゃいよ、しっかり勉強してね、とか言っていただいた、皆さん、そうやって見てくださってるんだな、という
だからこそ頑張らなくちゃというふうになったかどうかまだわかんないんですけど、でもそういう人がおられたのはありますね。ああ、だからその、個人どなたかというよりかは、うん、自分より上の人たちに、こう、ちょっと背中を押してもらう。そうですね。私ら若い世代をそうやって皆さんが支えてくださっているいうものなんでしょうか。うん、どうぞ。やっぱりあの、副作さきを教えていただいた先生がやっぱり一番。最初だと思いますね。全く知らない世界に、自分入りましたから、その方に着物も着せてもらったし、草のさばき方もらったし、怒られたし、うんうん、というのはやっぱり、あると思います、はい。これ、質問、いい、すごいいい質問いただいたなと思うんですけど、個人名言うの難しいですよね、これね。ちょっと。なんか、お前俺じゃないんかみたいな方がいらっしゃったらいけんなと思って僕もでもまあ望月さんの答えにちょっと近いかなと思ったんですけど古い先生っていうのは、まあ、その僕で言うと先代とかのこう言われたことだったりとか存在っていうのは結構大きいかもしれないですね確かにこう亡くなってしまうじゃないですかで聞きたかったなって思う年代になった時ってもう大体皆さんいらっしゃらなくなってるんですよね。だからだと思うんですけど、いなくなってしまうからこそ昔言われたことを思い出してる自分がいるんで、なんかちょっとすごい言葉で表現するとちょっと難しいんですけど、なんとなくちょっと存在の大きさっていうのは理解できますね。というちょっと曖昧な回答で申し訳ありません。ちょっと個人名出すとちょっとあれかなと思うんで、個人名ちょっと控えさせていただきます。はい。で、これね、ちょっと時間がやばいんですけど、これは一番聞きたかったとこではあるんで、伝統文化茶道の面白さはどこにあるでしょうかということなんですけど、どうしましょうね。誰からいきますか？僕で行きましょうか、じゃ伝統文化茶道。まあ、これ、すごく広い答えになると思うんですよね。その、さっき、福間さんが言われた、その、お道具っていうのもそうだし、その、望月さんに言われた、その、お稽古場っていう場で伝えられるものとか、面白さを教えるっていうのもそうなんです。だから、すごく広いんですけど、こう、伝統文化の中で、特に茶道が伝統文化の中でも、非常にこう、いいなと自分で思うところは、その選択肢の多さかなとは思います。その、一つの物事をやっていく上で、やっぱり年齢とともに興味が強いところって変わってくるんですよね。で、茶道の場合は、その興味を持つ分野っていうのはものすごく広いんで、その時々にこう、あ、これ今面白いかもしれないって思うものを、選ぶ選択肢が多いっていうのが、伝統文化の茶道における面白いところになるのかなと思いますね。多分、その伝統文化を始める方っていうのは、その始めた時に、その方の中での面白いポイントが多分あるんですよ。で、それをこうやっていくうちに、他のことにも目が行くようになるし、興味が広がってくると思うんで、その時々によって自分が興味が湧くものとか面白いものの数が多いっていうことが伝統文化茶道の面白さかなと思います。もう一つは、やっぱり伝統っていう言葉に、すごくつながってきますけど、日本人が持ち続けてた価値観とか考え方を知れるっていうのがすごく面白いですし、特にこう、今の世の中の社会の形を考えると、立ち戻るタイミングなんだなと思うんですよね。日本人が今まで歩んできた歴史だったりとか文化、慣習っていうのを今一度学び直せないけど、知る機会として伝統文化としての茶道っていうのは非常に向いていると思うんですね。感性とかも日本人の昔からの感性っていうのも茶道の中にすごく入っているので、そういう意味でも面白いかな。いうのは思います。はい。いいですか？はい。はい。じゃあ、どっちかで。確かに。じゃあ、もう一つ正解。そうですね。
伝統文化で長いことを数百年かけて作られてきたものですよね。で、お稽古してると中には、これをこうした方が綺麗なんじゃないですかというふうに、こう、お点前を考える人がおられるんですね。まあでも、とりあえず全部習得してから考えたらいいんじゃないですかという言い方をするんですけど、多分過去に何百年もいろんな人がああでもない、こうでもないと考えて完成された世界と。で、その動き、それからお茶室のようなこういう空間も、本当になんでこういう発想をしたんだろうというふうに思う場所がありますし、今度お道具とかの炉の釜の音とか、そんなの全部ひっくるめたものが完成して今になると。で、こう、今、なかなか大変な世の中ですけど、大変な気持ちでお茶室に来て、1時間でも座って、お手前見て、お茶飲んで、いろいろ見ると、終わる頃にはやっぱりこう気持ちがすっきりするんですよね。それって、やっぱり、こうだからこうじゃなくて、もうすでにそういうふうに作られたものの中で過ごすことで、自然とそうなっていくというのは、まずこれはすごいなと思うんですね。で、そして、で、そんなことする。で、そのお稽古もそうですか、また今度お茶会、お茶事。ですね、正式な茶会するときは、結構忙しくってこうひたすら次の動作を考えながら動いてきますけど、うん、雲水さんがひたすら作務されるようにとか何とかに聞いたことあるんですけど、まさにこう考える間なく次の動作をしていると、そうすると頭の中がこう空っぽの状態で動作をして、うん、終わったときはやり遂げた感というか、無心になって動いた時間が自分の中にあるというのが、自分の気持ちがものすごくこう楽になるんですね。そういったものが、もう本当にこう、誰でもひたすら体を動かしたら、確か堀山がお茶は体術だからね、とおっしゃってるんですけど、あ、このことなのかな、と思うことがあるんです。そうすると、お茶をひたすらお稽古を積むと、あるいはやっていくと、なんとなくそういう世界に近づいていけるから。で、あと、始めた頃、確かですね、お茶は楽しいものですと。でも、その楽しく感じるためには、心の下地を調整する必要がありますと。で、これはできるだけ早く習得した方が、その後の動きが見通せて楽になりますと。で、そうすると、お茶の呼吸が分かってくると、今度それを日常生活に活かせるんですと。いや、そんなお茶が日常に活かせるわけないだろうなと思ってみたら、ずっとやってみると、こう動いてるうちに、これとこういう、あ、これ確かお手前でやってる動きと同じだとか思うと、自然とこう日常生活にお茶の考え方が出てくるんですね。そうすると、今度は、その方おっしゃったのは、例えばお客を迎えるときに、そのお客が、こう、分かってくれたら嬉しいけど、分かってくれなくっても、ひたすら迎えるために、こう、心を砕いてるのが、それが、でそうすると、まあ、こう、分かってくれなかったという思いも、スーッと消えて、自然にやっていくと。そうすると、なんかこう、例えば炭で前して火がつかなかったというのは、単純にこれは、炭の並びが悪かったからつかなかっただけで、それは失敗と思うのは私ですけど、まあ、そうなったからそうなったという、このお茶の世界でいうと当然の結果になるわけですよね。うん、で、そういうふうになってくると、いいことも悪いことも結局は自分が思ってるだけで、起こってる出来事はこう、ノーマルな、こう、ことが起きてるだけ。で、それを思うのは自分の気持ちだっていうのが、それが茶の心の下地を整えるっていうことかなと思ってくると。そうするとなんか、そういうことに気がつけるというのが、お茶のことなのかなと思うとですね、なんか見えないものが見えてくるようになって、なんか昔は不平たらたらだった自分がそんなことを言わずになんか住んでるというのは、もしかしてなんか成長したんじゃないかなとか思ったりするんですけど、まあそんな感じでその茶道の面白さっていうのは、そういったところでもう数百年もこう生きるか死ぬかの世界で生きた人たちがこう没頭された部分なのかなというふうになんかこうちらっと思ったりもするんですね。なんかそんなのがね見えてくるななんか嬉しいなと思います。うちはありがたいのがその物がね残物とかまあ古文書とかで残ってるっていうのがまあありがたいですよね。ね、教えていただくか、そういう考え方だったのかって分かると嬉しいですよね。で、ちょっと一個いいで、ごめんなさいね。すごい聞きたかったんですけど、その、物事をやっていく、ああ、なるほどなと思ったんですけど、物事をやっていく中で、こう考えずにやれるようになると。で、それをこうスムーズにスッてできたことに対して、まあ、スッキリしてる自分が、特にこう満足感とかじゃなくて、さらっとそういうことができたっていうこと自体を気持ちよく思ってるっていう表現になるかもしれないですけど、はい、そう思えるようになったのって、いくつぐらいに割と最近だと思いますよ。まあ、私たちは福間師範大と一緒に
今のお家元が代を変わられた時の継承披露の茶事というのを、まあ、ずっと、そばでさせていただいて、そうすると広い和風の中でお客様をもてなすのに、まあ、飛び回るような感じで、役割分担してもらってるんですけど、これをしなくちゃ次にこれが間に合わないとか、いうふうにただひたすら飛び回る感じがなんか心地いいなと思いながら、で、慣れてくると、本当に無心にひたすら物事に打ち込めるという、その時間が、その瞬間がとってもこう、もしかして脳波がすごく良くなってるんじゃないかなと思ったりと。あの継承茶室何年ぐらい前ですか？ 2、3年、3年ぐらいされましたかね、うん。そうですね。そうですね。3年ぐらいだったかな。どれぐらい前？95年 ?1900 とか、あのあたりでしたか？まだ20世紀。20年弱前か。そうでしょう。そんなもんでしょう。ちょっと面白いなと思って、確かにそうかもしれない。来る日も来る日もお茶事に明け暮れたような印象です。あの経験は非常に、まあ、ハードだったってことですね、多分ね。ハードですけど、やっぱり思っても経験できることでもないですしね、あれはいい経験させていただいたなと。一つの自分の、この時はこうするいう指標になってますね。あれに照らし合わせたら、これはこうすべきだとか、これが日常生活にこう活かせることなのかなと思ったりしますね。じゃあ、まあ、どうぞ。若狭さんもおっしゃったんですが、お茶というのは、まあ、伝統文化というかの範囲はあるんですけど、趣味範囲が広いと思います。で、この中であれば、まあ、大変申し訳ない、言いにくいんですが、自分の色が出せるという世界だと思います。それが一つの大きな、魅力になるし、面白さ。だと私は思って、まあ、続いとるような気がいたしますけれど、ね、まあ、精神的にはですね、無になれればいいんですが、なかなか欲の塊ですので、なかなか無になれずに今が頑張っとるというような形では、無になると思うことすら無じゃないというふうに、なんか前週の本には書いてありましたけど、まあ、なかなかその辺が難しいなというふうに思いますけれど、まあ、大変申し訳ないけど、自分の色が、まあ、出せるし、その中ではですね、伝統文化の周囲範囲の広さというのは、非常に面白さの一つだというふうに思っております。はい。確かにね。なんか、こう、さっき、むつきさん言われた、そのきっかけになる行事っていうと、それに、まあ、それでもまだ全然できてないけど、心理として近いのは、僕、あれですわ。毎年ある、出家の原爆死没者慰霊供養式の献茶。献茶の時は、ちょっとその感覚にすごく近くはない。なんかただただ亡くなられた方たちにお茶をお供えしようっていう気持ちでお手前ができるんで、それでもやっぱりこうちょっとお手前してる時に熱いなって思っちゃったりとかするんで、真夏でね、風呂なんてものすごい熱いんですけど、汗が入らないようにしないといけないとかっていうのを考えてですね、ダメなんですけど、気持ちとしては、こう、割と自分の中がシンプルに、そのお茶をできてるっていうのがあるんで。さあ、はい。質問ですね。はい。どのせい、はい。これ、最後の質問にしましょうか。ちょっと時間もやばいんで、またちょっと一番後半の質疑応答のところで、回答させていただきます。今実はちょっと予定よりですね、10分押してるんで、ちょっとタイムスケジュールを軽く変更させていただきますけれども、ひとまずは、この第1部のテーマごとの、第1部は、ひとまず終了させていただきます。で、25分から、今度はですね、それぞれ3人で1つずつ、自分が、ちょっとゆかりがあるというか、それぞれ持ち寄ったお茶道具を見ていただきながら、それについてのお話をするパートを第2部に用意しておりますので、そっちの準備をして、25分から、25分じゃないね。35分か。35分ぐらい、35分から再開をさせていただきたいと思いますので、一度、カメラの方は止めさせていただきます。10分皆様お待ちいただければと思います。
引き続きよろしくお願いいたします。はい、皆様お待たせいたしました。それでは第2部ですね、テーマ持ち寄った茶道具をもとにトークセッションということになっておりますので、ちょっとどの道具から出そうかってなったんですけど、結果じゃんけんを今からしますので、じゃんけんで勝った人が、あ、違う、じゃんけんで勝った人が順番を決めるというやり方にしたいと思います。何番目に出すかね。いいですか。はい、いきますよ。最初はグー。最初、グー。じゃんけん、ほい。あいこでしょ。じゃんけん、ほい。あいこでしょ。あいこでしょ。あ、負けました。はい。何番目？私、2番目で。ああ。はい。あ、なるほど。じゃあ、いい名品が並んでるから、最初に。あ、じゃあ僕3番目ですね。はい。じゃあ、まず、望月師範代の自分が、話をしたいお茶道具、お茶にまつわるものですね、を出していただきます。優秀なアシスタントディレクターさんが運んでくださってますね。今日も3名ほどスタッフで、お手伝いのスタッフ、入っていただきます。盤石の体制ですね。いいですよ、動かしてもらってかな。はい。じゃあ、もつさん、はい、ご説明をお願いします。はい、若草書のおっしゃった茶道具とはちょっと趣旨が違うのかもしれませんのですけども、これが一番私にとって触れてる、縁の深い、お世話になってる道具なんで、これは灰さじ、プロの灰型を作る灰さじです。で、振り返ってみたら、平成元年の4月1日に入って、確かに12日がですね、広島護国神社の献茶式があって、その時は今の大和が若草書であられて、で、皆さんで、福間市庵でも含めて、奈良の西大寺の茶会に行くんで、トラックでボーンとみんな出発されて、残られた、先代の大和と私、で、お先代の元から、お献茶するのに灰型を押さえておいてね、と資料をいただいて、で、灰型を押さえたんですね。で、昼はやっぱり仕事がいろいろ忙しいですから、夕方6時ぐらいから取り掛かって、ずっと押さえて、見よう見まねで押さえて、出来上がったのが大体8時ぐらいですね。次の日の朝ですね。一晩中ずっとやったんですよ。で、まあそうやって、はっと気がついて、もう4時、あ、5時、いうような感じでようやくできて、なんとか間に合ってほっとした。で、終わった後、先代の妹が、この剣茶の灰型ってちょっと特殊な柄を入れるんですね。望月くん、向きが逆だったね。というふうに優しくおっしゃってくださって。まあ、それが最初の灰型の思い出なんですけれども。まあ、それ以降、いろんな風呂の季節、あるいは剣茶の時は季節関係なくなんですが、この灰さじで押さえると。で、最初のうちはわかりませんから違う形の時は、奥様ですね。お妹の奥様が、やはり非常に綺麗な灰型を作られるので、それを拝見して、それをお手本にずっと押さえていって、なんとか今まで使ってるんですけど、やっていくうちに、例えば倉庫様絡みのお茶会なんかですと、持っておられたその風呂にその灰を入れるんですね。そうすると、この押さえながら、この風呂にこうやって灰をやった人は今までの歴史の中で何人ぐらいいらっしゃるんだろう。で、その中で、あ、私もできたんだとか思うと、なんか特別なこう思いがよぎりますし、あとは、茶会の趣旨によっては、いっぺんに2つ3つしなくちゃいけないとかあると、あ、時間がない、ここで妥協はしたくないけど間に合わないとか思いながら、こう泣く泣く諦めた灰だとか、あとは出来上がってみたら、あ、逆にやってた、もう一回作り直しという時の、こうショック。で、運んで途中に車がドーンと揺れて、ああ、今壊れたと思って開けてみると、完全に壊れてて、もう一回現地でやり直しとか、本当に泣く思い出、楽しい思い出いっぱいあるという灰さじです。で、最初は、お家元の方にあった灰さじを使わせてもらってたんですが、やっぱりこう自分なりのこうカーブとかいりますので、教えてもらって購入して、今この形、これらのものが私のちょうど使いやすいサイズなんですね。最近は去年ですかね、灰型講習会をさせてもらってですね、皆さん来られていろいろ説明をするんですけれども、本当にこれも、体術じゃないですけど、ひたすら体で
こう手の感覚で覚えてやっていくと。で、世の中にいろんな各流儀の、肺型の本も出てるんですけど、肺の種類が違いますのでね、こう、なんか本によると、当日の朝、水やをする人は、肺ができてなかったら、ちょっと主人の代わりに仕上げるとか、当日の朝なんてとてもできないとか思いながら、肺を抑えていくんですが、それを振り返ると、この肺さじは、汗と涙を吸ってるなぁと思いながら、もうあれですね、もう百戦錬磨の戦友と言ってもいいような、そんな気がします。あと、これ、他にですね、タバコ本だとか、香炉の灰とか、手炙りとか、そんなにもそのまま使えるんで、本当にこう、扱いやすい道具が、あるな、手に馴染んでくれたなと思っています。だから、これは私、他の茶道具よりも、本当に一番長く触れてて、思いの深い道具ですね。この種類だけあったら、なんとか、私はできてるかなっていうふうには思っています。すごいね。というようなことでございます。職人の長津道具。そうか。感じでね。そう言っていただけると嬉しいですね。そうなれるように頑張りたいと思います。なんか、望月さんも最初こう言ってましたもんね。そのなんか、工作とか、なんかそういうなんか、ものづくりがもともと、細かい手作業。ですよね。比較的、そういったのに飽きずにずっと延々とできるというのは、良かったなと思ってますね。確かに、まあ、風呂の灰は時間かかるもんね。若少しもお上手にされますので。僕もね、多分一緒なんですよ。あんまりめんどくさいって、めんどくさいって言っちゃいけないけど、僕が。はい。めんどくさい。めんどくさいんですけど、作業自体は好きですね。一心にこう、そうそうそう。やっぱりお手前をひたすらやってるような、そんな感じになりますね。うん、で、なんかこう、やっぱ綺麗にできると、こうね、あ、うん、ああ、疲れてよかったって思うんですけど、確かに、望月さんで一番やってるかもしれないですね。和風堂で風呂の話。確かに。最近はちょうど後ろで和風の編集長がこう見てくださってるんですけれども、今手を振って、ね、最近は水屋の話でカラーで紹介していただけるようになって、お家元が写真をカラーにしたらどうかというふうにおっしゃってくださって、で、灰型なんかも抑えたのをカラーで出せると、うん、やっぱり白黒と違って、灰の雰囲気がよく伝わるなと、うん。で、それを見ながら、うまくできてると一人ニヤニヤしてるんですけど、そ, 見るとでそこに火が入るとまたいいんです。それだけじゃなくて、そこに火が入って、それでお湯を沸かして、実際に使えるかどうかという、そういったところまでこう思うと、でさっき の感動したことで火が入って、ああ、美しい。これは人が作ったもの。でも終わったら壊すものです、ね。その一緒の感じがいいな、なるほど、と思ったりしています。素晴らしい。喋りすぎる。いや、全然。これはでも、こういう道具がね、自分の手元に揃ってるっていうのは、自分もこう、作業がね、もう単純にしやすいし、馴染んでるから、作業もその、フローの灰作り自体が非常にスムーズになりますもんね。そうですね。うん。でもそこまでこう、自分に合う灰、スタジオ含め道具をこう、手元に置けてるっていうのは、やっぱなかなか、すごいなと思います、ね。本当そうやってね、で、これが残っていく。もしかしたらこれがまた、ずっと後の人が使ってくれたら嬉しいなと思います。そうね。誰かこれを引き継ぐ可能性もあるんですよね。望月師範代が使ってた。ちょっとなんか、こう、はい、ありがたいお言葉が言えるようになります。なんか、箱作っといた方がいいんじゃないですか。で、顔を、ね、箱書きしといた方がいい。いいと思う。本気にするから言ってください。ということで、望月師範代は、だから、灰の灰さじ。灰を触るためのお道具ですかね。はい。でございました。ありがとうございます。失礼いたしました。続いて、福間さんですね。はい。はいね。あれ、結構そうなんですよね。しっかり高さが取れてないと、木がね、木、なかなか、水耐えてしまいますしね。そうそう。もう、しっかり燃えてくれなかったですね。はい。チャイレですね。はい。チャイレでございます。福間師範代の。私がまあ、一番大事にしておる、はい、お道具の一つでございます。うん、これは ひょうたんの形をしてまして、耳がついております。で、柵はこれ、実はご先代の手作りの、うんうんうん、茶入れ
で、お作りになったんか、まあ、何でお作りになったんか、ちょっとよく、それは、わかりませんけれど、これをいただいたのはですね、実は和風堂内にオクラが、道具、オクラがございまして、それを新しく、作り直すときにですね、道具の、古い道具、オクラの道具をこう、一回出したことがありまして、その時に埃まみれになったこれ一つとですね、工房を何個か見つけまして、で、お家元、まあ、先代のお家元がご存命の時に、お家元これございましたが、と言ったら、あげるよと言って、言っていただいて、いいんですかというふうに、一応確認をいたしました。内心しめしめと思いながらですね、頂戴をしまして、で、それを、まあ、友人の茶道具屋さんに、蓋をあつらって使ってもらったら、これ、乳母口になっておりまして、本来、茶入れというのは、立ち口になってまして、薄い蓋の方がよく合うんですけど、ちょっとこう、口が乳母口になって落ちておりましてです、ね、友人と話をしたときに、あまり薄い蓋じゃ、ちょっと絵にならんよ、という話をして、厚めの蓋を作ってもらって、で、まあ、当時はまだ綺麗に全く興味がなかったのでですね、私服はもう受講ドンス、まあね、村田受講がお茶の歴史の中でも重要なポイントをされる方ですので、まあ、その名前を頂戴して受講ドンスをあつらえて作ったもので、で、出来上がってお家元に見せたら、ちょっと嫌な顔、先代の家元に、ちょっと嫌な顔をされたの記憶にあります。なんでこんなもんしたんか、いう感じを、なんかおっしゃったような感じを、なんかするかと思ったよね、とか言われたような記憶にございます。で一度、これはその、和風会の初釜で、濃茶器として使わせていただきましてですね、これはちょっと私、いやらしいところがありまして、こういうの茶入れを出してですね、お客さん方がどういう反応を見せるかと。わかるわかる。で、ですね。で、まあ、3期の背景を出したときですね、誰もあんまりこう関心を示さんかったって、ご先代の手作りですね、ちょっと大きめに言うとですね、急にお客さんの態度が変わったという、ほらごらんというような感じの、しめしめというふうなことを思った。のが一回あります。非常に私が大事にしておる茶入れの一つでございます。これせっかくだからちょっと蓋開けてもらいましょうか。ちょっとこう、開けてみて、見せてもらって。ちょっと傾けてもらっていいか。ああ、乳母口になったりですね。これ正面は合ってます？もうどっちもいい。反対。あ、そうですね。反対してる。ようやくこう、しっかり垂れてました。今のお茶入れの扱い方で、はい、あ、このスタッフさんはお茶やってる人だなってすぐわかります、ね。うんね。ちゃんと一回あげて、こう回しておいてくる。さすが。丁寧にやりたい。丁寧ですね、今。これ、やっぱり、その倉、まあ、倉庫の美意識っていうのを、これ絶対先代の手作りだと思う。はい。よく作られてたし、先代の感じじゃないですか。作も。で、福間さんにあげたってことは、自分的にはあんまりの出来だったんだと思うんですよ、きっと。だから、まあ、差し上げたんだと思います。片付きのチャイルがちゃんと残ってますから。それで、それなのに、こう、まあでももらった方はね、そう思わない。うん、先代、ね、大山とかに相談して、大事にしようって思うんで、まあ、蓋も つけるし。で見せられたら、自分の中ではこうちょっとね、あんまりって思ってるものだったから、なんとも言えない顔をしたんでしょうね、多分先代。なんかそんな感じでした。うん、覚えております。はい。でもいいですね。僕ですら先代の茶色を持ってません。はい。そこにお顔が。なあね、はい、クロートの弦、ね、弦が入ってます、ね。入ってる。かわいい茶色ですね。かわいい、ね。まあ、お庭焼き風ですよね。そうですね。はい。なるほど。以上でございます。いやいや、ありがとうございます。いいですね。かわいいし。ありがとうございます。じゃあ、次、私、最後行きましょうか。じゃんけん弱い上田倉庫ですけど。でも、やっぱりちょっと今回、その、
まあ、せっかくね、皆さんご参加いただけるんで、その、まあ、うちとしてのその、うちの道具っていうものをもう見ていただいた方がいいかなと思いまして、もうちょっとカメラ側かな？あ、いいんじゃないでしょうか。はい。これはですね、まあ、非常にうちの中でも非常に大事にしている、上だけでも大事にしている茶碗で、織部の靴型ですね。で、まあ、流儀の好みとしては、ゴケ型なんですよね。っていうふうに伝わってきてるんですけど、まあ、ちょっとさっきお話ししましたけど、昭和の8年に、まあ、昭和の8年の2月の27日ですけど、に、売り立てというのがあったんですね、うちは。で、その売り立てたお道具の中にも、靴型の織部っていうのはありました。だから、流儀としての形の好みはあったんですけども、そのお茶碗として、面白いと思って持ってたお道具の一つだと思います。だから、もう織部の靴型のマナーに非常に沿ってる、形をしてるお茶碗で、ついこの間、望月さんが担当されたんですけど、担当者さんが、和物茶碗っていうお茶碗の、まあ、図録、図鑑みたいな本を出されたんですけど、その中に102番でしたかね、のうちの一つに選ばれて、このお茶碗も掲載していただいてます。まあ、ご覧いただくとわかるんですけど、上田家の家紋の、この釘抜き紋が入ってまして、まあ、これはその入れたのか、そういうデザインだったから取ったのかはちょっとわからないんですけども、非常に今となってはうちとしてはそのシンボリックなデザインになっているので、で実際に織部茶碗としても非常に出来のいいお茶碗なので、時代を超えて、茶道具で上田の上田倉庫流の美意識を伝えるという意味では。非常に活躍をしてくれてるお茶碗と思いますし、時代にあんまり奇抜なんですけど、時代に左右されないお茶碗と思うので、こういうお茶道具をがあると、残された子孫は非常にありがたいと思います。で、かつうちらしさもあるというのがすごくいいなと思っているので、こういうお茶碗も皆さんに見てもらったらいいかなと思って、今日はこのお茶碗を用意しました。あんまりね、これ今回ちょっと家元に許可取らずに出してる。僕このお茶碗。いや、前に、理由あるんですよ。その、こう、ちゃんとした道具を出せよ。こう、写真撮ったりとか、映像にね、言われたじゃん。よく言われます。うん。だから、あんまり変な道具も出せんしなと思って、で、このお茶碗って前に、そのライブ配信の授業で、上田家の道具をめでるっていう企画をやった時に出してないんですよ。このお茶碗。だから、私今展覧会もね、まだしばらくこのコロナのこともあるんで、そういう企画もないと思って、こういう時にちょっと皆さんに見てもらったらいいかな。まあ、図録のね、本が出るタイミングもあって、見ていただけたらいいかな。で、ちょっとせっかくなんで、反転させてもらって、この目、ね、アングルはよく皆さんご覧になってると思うんですけど、この反対側はこういう風になってます。もう一つ釘抜きも入ってますね。で、ごめんなさい。裏を、高台を、はい。で、釜印が入ってますね。真ん中にね。で、こう、そこは釉薬をかけずに、面取りをして、面取りというか、こう、ちょっとこう上げるんですよね。高台部分の靴型の織部の茶碗の特徴なんで。なかなかやっぱり茶碗としてもすごくいいお茶碗だなと思います。こういうのを皆さんに見ていただく機会があるといいなと思うんですけども、それが、まあ、どれぐらい先になるかちょっとわかりません。うん。だからまあ、実際に、で、その、ちょっとこれ、配信、見逃し配信の時には皆さんのにお送りする動画に画像として差し込むんですけども、そのさっき言った、その昭和の8年に売り立てがあった時に出てしまった上田が持ってた黒の
オリベの靴型茶碗がこういう、これもやっぱり釘抜き紋がこう、連続で入ってるよ、デザイン。多分形はほとんど同じ形だったと思うなと。もう、ザ、靴型茶碗っていう形だと思いますけど、こういうお茶碗もうちに実は昔はあったと。今、ちょっとどこにあるのか、わからないですね、これは。どっかで生きてるといいんですけど、このお茶碗も。だからこういうお茶碗も自分が生きてる間に、まあ、家に帰っては来れなくても、一度ぐらい手に取っては、やっぱり見たいなとは思いますね。ぜひ、ご存知の方、ご一報いただければ探しておりますので、こういうお茶碗もあったという、画像です。ありがとうございます。大丈夫です。はい。ということで、以上、持ち寄った茶道具をもとにトークする。なんか、言い残したことありますか？オリベの茶の見込みが広いの。あ、中見てもらいましょう。そうで見にくいかもしれませんが、思った以上に。見込みは非常に広い茶碗ですね。懐の深い。しっかりやっぱりその、中、見込みがこう平らじゃないんですよね。しかもちゃんとこう、すり鉢にちゃんと形がなってるというのが。こういう今の造形を施したお茶碗って、わりかし見込みが平らな茶碗が多いイメージがあるんですけど、しっかりこう、少しこう、ね、丸みは生きてて、広大にもそれが繋がってるっていうのは面白いなと思って。さすが。道具が好きなので。そうですね。もう一つなんかあります。はい。僕じゃないです。あ、今言ったね。お腹いっぱいですよね。はい。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと最後の第3部に行きたいと思います。はい。質疑応答でございます。さっきちょっと、ご質問いただいてたのに、その場でお答えできなかったのがあったので、それから行きたいと思います。これ多分、望月さんの発言に対しての質問じゃないかなとは思うんですけども、ありがとうございます。どの生徒さんにも気を配って教えられていらっしゃると、大変なというか、疲れるなということはありますか？面白いですね。あんまりというか考えたことなかったですね。うん、はい。誰に対しても一生懸命ですというようなわけじゃないんですけど、こう、難しい手前は難しい手前で、あと、こう、平手前のような手前は、平手前なりのこの細かい動きがありますんで、うん、そのあたりは、まあ、その方その方の、こう、なんか得意不得意と、こう、思いながら、こう、説明しているようなところですかね。はい。だから、まあ、逆に言えば、その方その方に合わせて、こう、説明ができればな、というようには考えてやっています。それはわかりますね。なんか、やっぱり、教わる側の方の思考回路と、自分の思考回路が必ずしも一緒じゃないですもんね。だから、その、教えてる時に身につかないのは、もう絶対教えてる人間のせいだと思うんですよ。だから、やっぱこっち側がこう、その人がちゃんと理解できるように教えて差し上げないとダメだと思うんで。だからなかなかね、その辺は先生の力量が問われるし、まあ、これは多分ずっと悩むというかまあね。そうですね。積み上げていかんといけんとこなんだろうな。なんか逆にこう、一生懸命やると、それもやっぱりお手前としてパッと気がついた無心にこう、ああ、見せたり、同じかもしれませんね。でも、望月さんのお稽古の集中力、僕はすごいなと思います、いつも。同じペースで、長い時12時間とかありますよね。そうですね。うん、いや、あれはそのぐらいやってましたね。もうちょっとね、あれは本当にすごいなと思います。じゃあ、よろしいでしょうか、井野さん。ご質問、回答とさせていただきます。あと、ここからはですね、事前にいただいている、ご質問に回答していきたいと思います。まずですね、30代男性から、茶道における考え方は、生活全般に通ずるものだと思いますが、その中で一般的に見れば、意外なところに茶道の考えが生きてるなと感じるときは、ありますか？これなんかさっき望月さんが言われてたことに近いかもしれないですね。そうですね。ありますか？具体的な例。具体的な例。うん、そうですよね。あれですよ。
お茶のお稽古修行していただいたらきっと気がつかれると思います。なるほど。ここでは言わないパターン。あれですね、こうちょっとしたこう 食事の作法とか、あ、動きとか、あ、これはここが元だとか、うん、で、今更ながら、これは元の考えはこのお茶のこの古文書のここだったのかとか思ったりするのは気づくことがまだたくさんあります。あとはしっかり、お稽古場で。じゃあ、福間さん。ああ、そうですね。そこまであまり思いませんけれど、まあ、お掃除をしても、お部屋がきれいになりますし、台所の仕事をしてもですね、早く片付くし、定位置のものを置いたりと。具体的に言うとそういうところが、あると思いますけど。これ、福間さんは、ああいう、まあ、洗い物だったりとか、お片付けとか掃除っていうのは、性格的にお好きなんですか？そうですかね。洗い物、そうですね。別に苦にはならないものだと。それがさっき、もつぐさんが言ってたみたいに、この無心になれるかな？無心になってるんですかね。そこまで気をつけたことがないです。とにかく、まあ、綺麗な方がいいですから。そうそう。おっしゃる通り。で、定位置に、水屋なんかでもそうですけど、これお稽古中に人によってどういうんでしょうか、雰囲気が違いますよね。入った瞬間に、あるところにあるものがきっちりあると気持ちがいいですけど、それがこう時間が経ってくると、こう崩れてきたりなんかすると、ああ、やっぱりなとか、それは指導者が悪いのかなというような時、入った瞬間に思いますですね。お料理屋さんが厨房を見るみたいな話ですね、今。そうですね、食器棚見ますね、必ず。美味しいとかね、ちゃんとしてるお料理屋さんって、やっぱ、炊事場が絶対綺麗っていう。そんな感じですね。確かに確かに。だからやっぱお水やわって大事ってことですね。大事だと思いますね。なるほど。なるほど。ちょっと今の本当にちょっと身につまされる話。いや、そうです、私。すいません。気をつけます。いや。私はそうですね。茶道の考え方が生きてる。なんか、自分の今の思考回路は逆で、ダンスをしてた時の思考回路で茶道をやる。だから、単純に茶の湯の考えが生きてるなっていうよりかは、あれはありますね。遠くのものを撮ったりとかするときに、スーツでも絶対こうしちゃうんですよね。わかります？その伸ばす方の手じゃない手をこうしちゃう。これはもう完全に病気だなと思いましたけど。あと、まあ、お食事、まあ、もそうですし、そうですね。あと、まあ、これもダンスから引き継いでるんです。お客様ありきの考え方ですね。まず、お客様がどう思う。こっちがどうしたいかっていうかは、お客様がどう思うかっていうことを大前提に物事を考えるので、その辺は、まあ、茶道の一番大事なところでもありますし、そういう根本的な考え方でやってるんですけども、大例でって言われると、ちょっと私は、浮かばないかもしれないですね。ごめんなさい。で、次行きます。次は、50代女性から、修行の中で一番厳しかったことはどんなことですか？ですね、いいですかね。当たり前のことを当たり前にできない。これが一番厳しかった。それは、どういう場面？いや、どの場面でもです。例えば、床を拝見してるんでも、皆さん先生方に教えてもらってるのが一番いいことなんですけど、それができてないとかですね。それとか、当たり前に、例えばお茶を頂戴して、まあ、していただく。それ自体でも、ちゃんと言われる通り、当たり前のことが、当たり前にできてない場合があるんですね。私の場合はですよ。ちょっと、どういうんでしょうか。かまけてるというか、いう部分がありますが、それが普段でもいつでもそれができるというのがやっぱり一番厳しいような、自分にとってはですね。ああ、なるほど、なるほど。そう思いましたですね。思います。なんかお茶をずっと続けていくっていうことが、修行っていう感覚はあんまりないかもしれないですね。なんか、まあ、多分、まあ、さっきも言ったんですけど、茶道はすごく広い範囲が。一生終わらないと思うんですよね。それをすべて収めるってことは、絶対にありえないぐらいの、
分野と深さがあるんですけど、なんかそれをこう日々日々こう積み上げていって年数が経っていくっていう感じだと思うんで、修行っていう感覚はもしかしたらあんまりないかもしれないですね。一番厳しい、私いいですか、先に。一番厳しいのは、さっきどなたか、どちらかおっしゃってましたけど、自分の身の程が分かってしまった時が一番辛いかもしれない。その、恥ずかしいな、思うような場面に立ち会うんですね。自分の知識だったり、自分が持ってる能力とか知識っていうのが追いついてない時が、そういう場面もやっぱりありますんで、そういう時が一番こう、やっぱ立場上ね、どうしても家元の人間なんで、こう、皆さんが当たり前だと思われてるハードルっていうのは高いじゃないですか。まあ、当たり前なんですけど、そこに自分が全然追いついてないなぁと思う時が、やっぱり一番辛いなぁと思いますね。だから修行っていう感じじゃ、ちょっとないかもしれないですね。もうつくさん。同じかもしれませんね。自分のできる範囲のところをずっと突き詰めていきますから、もしかしたらこの難行苦行というようなとこをまだ避けてるんじゃなくって、自分のできるとこやっていったらまだそこに行ってないのかもしれませんですね。まあ私自身で言うと、こう、お勉強してそれを席でこう、喋るいうのがなかなか苦手なんです。その、皆さんの前でこう、喋れるようになるというのが、修行なのかな。なるほど。だから、個人個人のによりますね。多分これは。その人の性格によるというか、その人の得意分野、不得意分野というか、やっぱり、お茶の中でもそれぞれキャラクターがあって、その辺をこう、皆、自分で分かってると、そこの弱点がやっぱ出た時が、まあ、辛いですね。だからそれが3人に共通してる話だなと思った。以上、回答とさせていただきます。続いて。時間が。ね、はい、続きまして。50代男性から。今回、学生の参加を呼びかけているとのことでしたので、茶道部の顧問としてお伺いしたい質問です。学生に伝えたい茶道の魅力をお聞かせいただければと思います。そしたら、茶道の面白さにちょっと被るんですけど、こう、いろんな方と接点が持てると。うん、で、まあ私自身もですけど、こう、普段だったら絶対にこう、接点のない方とお茶を通じて稽古場でお話ができる、あるいはお茶会でお話ができると。で、そういうのは普通に考えたら恐ろしい世界だなと思いながら、それでもそういう方々は話をしてくださるという、なんか学生さんだったりいろいろ人脈をとかなんかあったりするのかもしれませんけど、うん、そういうもう全部こう垣根を取った上でなんか純真な感じで接点を持ってくださるというのが非常に学生時代お茶をやってよかったなと思います。で、コミュニケーションの機会なんですかね。それかな。はい、はい。先ほどちょっと小学生の時にもお話をしましたから、純粋に一生懸命になれるということだと思います。おもてなしをするということですね。まあ、その、本来ですと、茶の湯というのは、自分の部屋へお客様をお招きして、まあ、満足して帰っていただくまでを、まあ、おもてなしということを言うんでしょうけど、それが純粋にその、まあ、学校の茶道なんかだったら、お茶会でもできますし、普段のお稽古でも、そのつもりで、とにかく一生懸命になれるということは、が非常にいいことではないかという。まあ、それで目標としては、お客様をおもてなしすると。で、逆に言えば、もてなされる側はもてなされるという客作法ですね。ということがですね、総合で一生懸命学ぶことができるので、でそれをまあ、その文化祭とか、学校の晴れの舞台で、お客様をお招きすると。やはりやっぱり一生懸命なれるということが一番いいんではないかと思います。なるほど。私はちょっとお二人の意見両方入ったような意見なんですけど、まず一つはその、結構人間みんな性格のタイプが違うんで、例えばその、結構明るく社交ができるタイプの人と、
できるだけあんまり人と触れたくないなっていうタイプの人もいるじゃないか。おとなしくしてたいタイプの人もいるし、だけど、まあ、みんな一人では生きていけないので、やっぱりこう人のつながりっていうのはすごく大事だから作っていった方がいいと思うんですけど、結構、茶道って文化系の、部活なんですけど、非常にコミュニケーションの多い、文化だと思うんですよね。だから、割とこう、そんなにこう、得意じゃないけど、やっぱり人と関わったり、いろんな価値観に触れたりしたいなと思う人には、非常にいい部活動じゃないかなというのが一つあります。それと、その自分の世界を作り上げられるんですよ、茶道って。自分の好みのお菓子でもそうだし、自分の好みのお茶碗でもそうだし、だからそういうこう自分の好みとかっていうものを形にしていくっていうような機会として、その茶道の部活をするっていうのもすごくいいことじゃないかなと思うのと、もう一個はさっき福間さんが言われた、その、茶道部だからいいなと思う。これ、お稽古場だとないかもしれないなと思ったんですけど、茶道部だと文化祭とかっていう、その、お披露目の機会っていうのが必ずあるんですね。茶会をできるっていう。やっぱり稽古って、やっぱ茶会があるから稽古をする。で、その時に、そこに向けて頑張ったり、で、頑張ったことに対しての成果だったりっていうのが、機会がないとなかなか得られなかったりするんで、学校の茶道部だとそういう機会があるっていうのは、すごくいいことなんじゃないかなと思うので、その学生さんに茶道をお勧めしたい理由としてはその辺かなと思いますが、大丈夫でしょうか。大丈夫です。はい、大丈夫です。はい。じゃあ次行きます。20代の女性。手前の時の道具の組み合わせについて考えていることは何ですか？そうですね、あれですね、お道具見ていつも福間ちゃんの絵がこう組まれるのを見て、ああ、こういう発想でされるのかといつも、関心たる先生なんですが、すごいな、思わなかったなということは。いやいや、そうなんですよ。いや、どうなんですか。まあ、その時にの、まあ、季節もあるし、まあ、テーマもあるし、あ、そういや、あれがあるな、とかっていう、こう、一つポイントが見つかると、組み合わせをした主役ですね。そうですね。おっしゃる通りですね。まあ、基本的に、私が、いつも言うのは、日本に四季がありますから、四季を大事にしましょうということですね。あとは、五節句という節句がありますので、それをまあ、うまいこと、お茶会の中へ、組み込めれたらいいですよね、ということですね。それと、干支のものを、その12年しか使えんというんじゃなくて、1年の中で、何回か使えるチャンスはあると思いますので、それをうまく使ってみるというような工夫でしょうか。そういうものを考えると楽しい道具の取り合わせにはなると思いますし、それを思うのは自分の持っておる道具でできるというのが一番いいと思います。まあ、ここで褒めるわけではないんですが、和歌宗匠はですね、お客様をおもてなしするときに、まあ、非常に言い方は悪いんですが、高価な道具ではないんですが、自分の購入されたお道具で、お招きをすると。前から非常に好感というか、尊敬をしているんですが、やっぱりそれが一番いいのではないかというふうに、私は思います。もっと頑張ります。いえいえ。私はですね、もうプラス、一つでいいんで、何か面白いなと思うものを、まあ、それがこう変化球というわけじゃないんですけど、こう何か面白みを一つ足せたらなと思って道具組みをするは心がけてはいます。やっぱりちょっとあんまりこう、よくある形だと面白くないなと思うんで、来た方がちょっと喜んでくれそうな仕掛けっていうのは考えるようにはしてますね。あとですね、同じ方なんですけど、これ二つ目はちょっとさっきの質問に被るのでちょっと飛ばさせていただいて、心に残ってるお茶会について、これ僕はさっきお話ししました。黒書院ですね。で、もつきさんは、家元の。はい、継承披露ですね。継承披露ね。確かに家元の継承披露の
お茶事で、水をさせていただいて、お家元があるとき、今日のお茶事は無品種いう言葉を、本当に体で感じたいのというお茶事が一回あったんですね。その時に、無品種というのは、これがまあ茶事の中で、どっちが亭主になったか、どっちが客になったか分からんぐらい、まあ最高の状態のことを、まあ前後で言うらしいんですけど、私もちょっとよく分からないんですけど、それをおっしゃったことがありまして、その時にちょうど私どもも水屋で参加させていただいてたんですけど、その時、言われればその時かなということは思います。二人ともそうだってことですね。うん、あと、まあ、小学校。ああ、そうか。これはまあ、あまあ、そうか。はい。そうか。はい。というところで、ちょっともうね、時間がやばいんですけど、せっかくいただいてるんで、お答えしていきたいと思います。70代男性から、お流儀をこれから学びたい人に、お流儀は他の流儀とどこが違うのか、流儀の目指すところはどのような境地なのかを、どのように紹介すればよいか、教えていただければ幸いです。難しい質問ですね。でもさっき自分のきっかけの、この自分の育ったところにある文化っていうのがすごくポイントですね、うん。地域性は確かにそうですね。ここにこんな長い歴史が文化があったのは非常に嬉しいことです。テラス文化すべてね、関西と関東、東京に集中しておるように皆さん思われがちですけど、うん、水車みたいが言うとおり、この秋のね、この地区にも、そのお茶の源というのがあって、で、それを400年ずっと続けておられるということは非常にその誇らしいというふうに思います、ね。そうですね。思いますね。なんかまあ、この辺りの地域の方にはその辺の、こう、地域の歴史文化として捉えていただくといいかなと思うんで、で、あとは日本の方、あと海外の方は、その日本のもともとあった文化、うちは茶道文化だけじゃなくて武家文化も継承して伝えていってるところがあるんで、まあ、今はもう武家という身分はありませんけど、そういう、歴史を通って、今残ってる文化として、上田宗湖流という、武家茶道があるっていうところも、紹介、うちの流儀を紹介するときには、わかりやすい説明になるかなと思いますね。はい。で、次いきます。海外の方からですね、今チャットに、ご質問をいただいたんですけども、上田流が海外で伝わっていたらいいことだと思いますか？また、海外ではどのような形で上田流が伝わっていたら嬉しいですか？海外で、まあ、その日本の文化 が知られてるっていうことは、もうそれは単純にすごく嬉しいことだと思いますね。で、どのような形で上田流が伝わっていたら嬉しいですか？どのような形で？私はさっきの話とまた同じになるんですけど、こうお茶をすることでこう自分自身のこの下地ができてっていう形であればいいんじゃないかなというか、ぜひそう。あっていただきたいなと、同じ考えが共有できればいいな。確かに確かに、そうですね。海外だから別に特別に考える必要はないかもしれないですね。こちらもそのむつさんがおっしゃれるように対内、自分自身と向き合うために茶道の文化をに入るっていうこともそうだし、そのおもてなし、人をおもてなしするっていうこと対外ですね。このそういう部分で人と人のコミュニケーションから学ぶものがあるっていうのも茶道のいいところなんで、これは日本であっても海外であっても同じかなと思うんで、まあ、特徴が出るとしたらお道具だったり、ね、まあ、建物だったりとか、あと食べるものだったり着るものだったりしてくるかなと思うんですけど、そのあたりは逆に違って面白い部分だと思うん で、ね、その辺は思いっきり楽しんでいただけたらいいと思うんですけど、根底は日本であっても海外であっても変わらないかもしれないですね。大事です。はい、じゃあ次最後ですね。最後じゃなかったです。はい。60代女性から、これからの茶の湯はどのようにあるべきか、お聞かせいただければ嬉しいです。ですね。お稽古するのにどうしてもお茶が好きだけど正座ができないという方が結構いらっしゃる。まあ、若僧正も出らっしゃるんですけど、そういう
椅子に座った立礼の形で、畳に座ったような、こう、心持ちでできるお稽古がプラスされたらいいんだろうなと。うん、でそれ以外はもう500年以上伝わってるから、それをそのまままたこれから500年とか伝わっていったらいいんじゃないかなと私は思っています。うん、そうですね。キンとしては、確かに、それはすごく大事だし、やらないといけないですね。はい。思うんですけれど、古いことを守っていくということは非常に大事なんですが、代々茶人というのはですね、新しいもの好きなところがあるんですね。だからそういうものもですね、上手に加味していって、その幅を広げておもてなしをするということをですね、していくといいんではないかというふうに、もっと良くなるんではないかと、こういうふうには思います。私はちょっとさっきでの話した話とちょっと近いんですけど、やっぱり今一度日本人が日本っていうものに対して立ち返るっていう行為として茶道に触れるっていうのはすごくいいんじゃないかなと思うんで、逆に今までこう500年伝わってきた茶道っていう文化を今まであったように一度受け取ってみる。っていうことは逆に新しく感じることもあると思って、それを伝えていく手法として立礼をなるべく不自由なくいろんな方がその文化を享受できるような受け皿を作っていくっていうことがいいかもしれないですね。あとはまあ IT とどう戦っていくかどう共存していくかですね。その辺は僕もちょっと今いろいろ考えてはいるんですけど、まあ、その茶道の根本を揺るがさないようにしながら、多くの人に伝統文化を伝えられるような手法として、まあ、機械っていうとちょっと年寄りっぽいですけど、テクノロジーと付き合っていくっていうのはすごく重要かなと。それともう一つ、コロナ禍以降、新しい生活様式の中で茶道はどのように展開していけばいいのか日々悩んでおります。解決の糸口アイデアと、今お答えしたことですかね、になるかなと思います。それでは最後の質問です。70代女性。転職され、今も師範代としてご活躍されておられますことの喜び。または人生をどのように思っておられますか？じゃあ僕じゃないですね。お二人に。難しいですね。これ一つずつにしましょうか。転職され、今も師範代としてご活躍されている。まあ、活躍されていることの喜びとは何ですか？で、望月さんには人生を今どのように感じていらっしゃいますか？喜び、うん、これは結構深い質問です。難しいですね。喜び。喜びはたくさんあるんですよね。だから一概には言えないんですけど、ね、浮かんだ方からいきましょう。喜び。どうぞ。むつぐさん、じゃあむつぐさん。どうぞ。むつぐさんは人生をどのように、自分のね。なんか、喜びと人生をどう思ってるかでしたっけ？前の質問は転職、まあ、この仕事に入って、司法師範代としてご活躍されて、その喜び、また人生はどのように思う？活躍してるかどうか別としてですね、こう、自分の役割が与えられて、で、それに、まあ、自分のできる限り、こう、取り組んでいて、で、それに、まあ、お稽古とかお茶会とか皆さんが来てくださって、あ、今まで、こう、やってきたのは、自分の生き方として間違ってなかったんだな、というふうに、まずは、こう、いい方向に行ってる、自分にとっていい方向に行ってるということは自分の生き方が間違ってなかったんだなと、こう再確認できて、じゃあこれからもこの今までの形をまた続けていって、また新しいことを考えていこうかなというふうに思ってるところですかね。すごくよくわかります。すごくよくわかりました。わかります。喜びね、難しいですね。でもまあでもさっきのその、小学生のお茶会に触れたりとか、っていう、はい、ところでしょうね。きっとその、まあ、そうですね。はい、表面的な、こう、少しずつの喜びっていうよりかは、こう、人の心に直接触れることができたなって感じるときの喜びがすごく大きい。やっぱそういう機会を
茶の湯を通じて得られてるっていうことは喜びになるので、ね。はい、そうですね。僕が言ってますね。はい、そうです。お任せします。熊さんが思ってそうなことを今ちょっと僕が言ったんです。申し訳ないです、はい。はい。ということで、以上で質問、いただいた質問は全てお答えできたかなと思っております。ご質問いただいた皆様ありがとうございました。ちょっと時間が延長してしまいましたけども、こちらで、以上で、ライブトーク6を終了させていただきたいと思っております。ご参加いただきまして、改めてご御礼申し上げます。ありがとうございました。URL とパスコードをお送りしたメールにもアンケートを記載しておりますので、今日のご参加いただいた感想などご協力いただければと思っております。気づきや、こういうのが見たいと。ご希望などあれば、その旨も記載いただければと思います。また、なるべく早く皆様宛てに本日の動画を編集したものを配信をさせていただきますので、改めてメールにて ご案内をさせていただきます。ようやくコロナの収束が見えてきたのかなと思うんですけれども、引き続き皆様、お体ご自愛の上、日々お過ごしいただければと思います。祝日に皆様お時間をいただきまして、本当にありがとうございました。こちらで失礼をさせていただきますので、どうぞ皆様ご自由にご退出いただければと思います。ありがとうございました。